はい、こんにちは、谷崎テトラです。今日は屋久島という島について話をしてみようかなと思います。ちょうど10年ぐらい前にね、屋久島という CD を作りました。屋久島、私の中の水とつながるという CD を作って、屋久島の自然の音とかそういったものを収録して CD を作ったことがあります。まあ、その他にもね、番組の取材とかウェブマガジンの取材なんかで何度か訪れたことがあるんですけれども、僕がね大好きな場所の一つです。島の一周はだいたい車で 3,4 時間ってところでしょうかね。ゆっくり回っても5、6時間ぐらいで回れるんじゃないかなと思います。結構僕世界でいろんな場所回ってるんですけれども、いや、ここに住んでみたいな、ここに住んだら結構人生変わりそうだなって本気で思った場所の一つですね。その一つの理由がこの水なんですよ。屋久島は水の島って言われているように、島のどこからでも水音が聞こえるって言われるんですね。まあ実際は聞こえない場所ももちろんあるんですけれども、やっぱ南の島っていうと海のイメージが強いんですけれども、屋久島はなんといっても標高2000メートルに迫るような高い山がある場所として知られています。九州最高峰の宮之浦岳が1936メートル、その他1000メートル以上ある山が45座並んでいて、冬には山頂には雪が降ったりします。雪が降るところから南の島の海岸まで、様々な気候がそこに分布している。言ってみれば日本列島というのを縮小したような、様々な生態系、様々な自然がそこにあるというように言われているんですね。南の方から水分をたっぷり含んだ暖かい風が吹いてきて、それが標高1000メートル以上の山にぶつかって冷やされる。そうするとそれが雨になるんですね。平均降水量というのが日本全体の平均の約7倍から8倍というように言われています。まあ、それだけ雨が多いところですね。まあ、ロケに行くときには予備日も含めて、最低でも1週間ぐらいいないと、まあ、晴れた日がなかなか見つからないよなんていうように、取材の時に言われました。そのぐらい雨が多いところ。屋久島の高い山にこのぶつかった湿った空気は雨を降らせたそうですが、屋久島全体は巨大な岩山のような、島なんですね。なので染み込んで、そしてそれがすぐにこの湧き水のような形で出てくる。そしてその岩に苔むしていって、その苔のところに溜まった土のところから様々な植物が芽を出しているという。そして有名な縄文杉と言われているような古い原生林がこうある、まあ、もののき姫のね、舞台になった森というようにも言われていますね。最初に行った時はこの東京 FM のラジオ番組の特番を作るために行ったんですけれども、ラジオの収録を森の中で行って、その後空いた時間で僕はレコーダーを持ってこの森の中を何箇所かこう点々としながらレコーディングをしたんです。そして作った CD がこちらなんですけれども、私の中の水とつながるというタイトルをつけています。屋久島という島全体をこの水の循環の島という感じなんですけれども、僕たちのこの体もこの7割がこの水分と言われています。僕たちのこの体も含めてこの水が循環していく、まあ、そんなことをイメージしながら作った CD です。よくこのサウンドスケープの CD というのは一箇所の場所にこの定点でレコーディングをするということが多いんですけれども、まあ、僕はこれ島のさまざまな場所30箇所以上をこうレコーディングをして回ってですね、それをデスクトップ上でそのさまざまな自然音というのをミックスしていって1枚の CD に作り上げました。40数分間あるんですけれども、この40数分間少しずつ少しずつその風景が変わっていくんですね。川のせせらぎの音が聞こえたかなと思うと、そこがだんだん川から離れていってこの森の奥へ入っていく。小鳥の音が聞こえたり、そしてそこに、虫の音が聞こえたりで、時々この耳を澄ますと鈴の音、チリンチリンという鈴の音を入れてみたり、それからこのカリンバの音とかシンセサイザーの音をほんの少しだけ入れてるんですね。耳を澄ますと聞こえてくる、そのぐらいの小さい音量で自然音の中にこの溶け込ませるような、工夫をして作った音楽が、まあ、これです。まあ音楽というかこのサウンドスケープアンビエント作品なんですけどね、僕のレーベルの中では結構人気のアルバムで、何度ももう増刷をしたんですけども、このジャケットの写真を撮ったのはこれ佐山由里さん、五島列島在住の写真家なんですけれども、いろんなところでエコピレッジのね取材を一緒にさせてもらったりし
したんですけれども、たまたま僕がこの屋久島を訪れた時にこの佐山さんも全然別件で屋久島を訪れていて、同じ時期に僕がこのサウンドフィールドレコーディングをしている時期にこの佐山さんはこの屋久島の写真を撮ったというのがあって、で彼女のこの展覧会用に僕は音源を提供し、そして僕の音源にこの佐山さんがジャケット写真を提供するという、こうバーターをしたわけですけれども、そうやって作った作品です。ということで今日は屋久島私の中の水とつながるという作品を紹介してみました。よろしければね、ぜひぜひこのダウンロードで、購入することもできますので、気に入った方は購入いただけたらと思います。ということで今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎テトラでした。